どう見ても目玉焼きにしか見えないクラゲが発見される。やっぱ醤油かな。かわいい。好みの焼き加減すぎてたまらん。生命の凄さと恐ろしさを同時に感じる。店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだ目玉焼き。ドクターフィッシュ正直すぎてくさ。悲しい。いいことやん。綺麗だからやろ。綺麗すぎるんやろな。救世主。その子だけ綺麗なんやろ。病気まみれってことか？それとも健康体なんか？どうやったらこうなるんや。縁張ってて近寄れないんやろ。なんで足湯に全身つけ込んでるんや。魚まみれで足だけ使ってるお湯に胸まで浸かるの無理だわ。普通の温泉も衛生的には変わらんのやろうけど。タコの妖精がタコっぽくない。イカやん。かわよ。タコっぽいやん。おめめかわいい。タコっぽいな。頭に比べて触手が貧弱すぎるだろ。釜揚げしらすのパックによく入ってるやつやん。こうして見るとやっぱり近い種類のオウムガイとかアンモナイトっぽくも見えるな。かわいい。おめめくりくりやんけ。チリメンモンスターに紛れてそう。これの踊り食いが運命んだよな。地元漁師に見つかって監禁されてボコられたことあるけど。両方抱き合ったまま移動するアザラシがかわいすぎると話題に。仲良しだな。ぷよぷよみたいだな。地面ついたら消えるんですね。両方ゆるキャラ感ある、三つ指アンジュウマが可愛すぎると話題に。なんやこいつ。いつ話題になってたんや知らんぞ。三つ指アンジュウマはウナギにおまけ程度の手足がついた妖精類や。廃魚か。サツマイモを与えられてるマナティの写真、どっちがサツマイモかわからないけん。マナティどこか真剣に探したわ。イカ飯やん。でっけえさつまいもだな。アマゾンから生き物届いたんだが。動物虐待。釜茹での刑に処す。ろくな死に方しないぞ。へへへ。どうしてやろうか。買えよ。買わねえよ。かわいそう。お前普段何食ってんだよ草か。ロブスターか。ロブスターだよ。しかしこれよく見ると足がほんと虫みたいでキモいな。おいそんなこと言うなよ。気になっちゃうだろ。まず戦わせよう。ロブスターはマジ美味しい。カニイコールロブスターダイナリーセイビ。人によってはカニより好きな人もいそう。いやそれなマジでうまい。茹でて食ったら感動する。イセイビは見た目合成で身は少ない。ロブスターは身が多いし、旨味のある詰まった肉でうまい。それそれ。ロブスターは味噌がうまいんよな。身も多いから料理の幅も広がるしな。名前どうする？サトシとカスミとかでいい？食いにくくなるからやめろ。ビーバーさん、ダムを作りたすぎてベンチを破壊し始める。ビーバー、ダム作りたいんや。本業やもんな。ちゃんと代わりの木材与えられてた。尻尾かわいい。手伝ってあげたい。足手まといや。オオグソクムシさん謎の半身浴をする理由は不明。かわいい。肺呼吸に進化しようとしてる？美容のために決まってるでしょ。うちの茶こしにそっくり。こんなのあるのかよ。ワイも欲しい。とてつもなく荒ぶったカワウソが発見される。腰使いがうめえ。サーカスに売られるぞ。ワイだってできるし。完全にバグって座標がずれているペンギンがリアルで発見される。回線遅そう。このシーンバグってんな。こいつだけ違う世界線を生きてるのか。 AI による画像技術、とんでもないレベルに突入してしまう。科学の力ってすげえ。フォトショじゃね。フォトショ使ったことないけど。人間で違和感なく使えるようになるのは2、3ヶ月か。すごいな。今声も人に似せれるみたいやから数年のうちにガチの規制来る気するわ。
雑誌やスマホで撮影したものも加工やしさはなくなるやろ。いくら規制してもアメリカ軍とかアメリカ政府が作るやろ。そのうちフォトショにも導入されそう。これマジでヤバすぎない？昔から言われてるけど自分の目で見たものだけ信じろってことやな。 AI なんくせおじさんのおかげで AI の弱点が洗い出されてどんどん進化していく。動画で簡単にできるようになるのはいつ頃や？3億年前の海を支配していた魚怖すぎて草。12メートルあるらしい。美味しくなさそう。なんでいなくなったんや？シャチに殺された。氷河期。メガロドンに駆逐された。メガロドンに負けて、ホホジロザメに負けて、シャチに負けたザコ。たくさん食べるから餌が足りなくて自滅したの草。そのうちクジラも絶滅しそうやな。小型化しない限り。クジラさんはザコ狩りで生き続ける。シロナガスよりでかい魚おったんやろ。ヌオデクサ。驚くべき間抜け面。あのマロカリスちゃんキモかわよ。これキメーって思うけど、今のエビも大概よな。深海にまだいてほしい。シロナガスクジラってこのリードシクテスよりでかいのか。リードシクテスはいいとこ17メートルってのが一般的な学説や。いびつな形のばっかりで無駄多そうやな。亀の甲羅に乗りたい。ベーリング海の蟹漁。3ヶ月の航海で3000万もらえるらしいぞ。蟹光線。何人も死んでるのに永遠ハーネスつけてやらないのはなんでなん。今度はハーネスが絡まって事故るからやろ。どこで求人しとるんやろな。死ぬ可能性が高すぎる。たらば、はよ取ってくれメンス。増えすぎてやばい。蟹ってどうやって取るんや。カゴを入れて引き上げるだけ。3000万ももらえんのか。せいぜい800万くらいだと思ってた。そこらの蟹量はそんくらいらしいな。オホーツク海だかベーリング海だかはくっそ厳しい環境だからホクホクや。落ちたら蟹さんの餌になるんやな。時間割はこちら。そりゃ海に落ちるわ。死んでしまうわこんなの。これを何日も？そりゃ死ぬわ。ブラック企業と呼ぶのが生ぬるくなる時間割やな。サメさんの卵、どう見てもドリルミサイル。お前らの想定の4倍くらいドリルミサイル。平気やろこんなん。メカグやん。卵がすでにサメっぽいな。なんでこんな形になるんや？キャビアになるんか？海藻やろ。産卵後すぐに、母ザメが卵を口に加えて岩場などに運び、隙間に押し込む。卵は産卵直後は柔らかく、徐々に硬化していく。硬化すると岩場の隙間にドリルのような部分が引っかかり、水に流されないようになる。はい、賢い。誰に教わるわけでもないのに、これできるのすげえな。頭良さそう。サメって体内で産むんじゃなかった？卵胎性のサメはそうやな。このドリル卵を産むのは猫ザメっていう卵性のサメや。他にもドチザメとかホシザメ、犬ザメの仲間も卵性やけどドリル系ではない。そもそもドリルミサイル自体がサメの卵を参考に作られたって知らんやつ多いんやな。ひつき虫からマジックテープできたのと同じやね。たまに浜辺に打ち上げられてるよな。サメと親友になったダイバー、イチャイチャする。めっちゃ懐いとるやん。猫ザメって言うんやで。猫ちゃんのように懐いてるやんか。かわよ。すごいけど、結構不気味な顔してんな。口の中見せんな。さよならザリガニ、6月1日から輸入や販売、屋外への放流も禁止に。違反すると懲役3年、または300万円以下の罰金。もうザリガニ買えないね。普通のアメリカザリガニはもちろん青ザリもダメだぞ。あいつらなんでも食い漁るからな。バルタン最後の日は泣ける。アメザリ普通に美味しいのに。ザリガニ市役所に持って行ったら、お金もらえるシステムにしろよ。キロ5円ぐらいで。ニートが飼育しそう。遅すぎる。
これをやってもやらなくても絶対駆逐できないだろ。ザリガニなんて川行けば簡単に見つかるのに飼うやついんの？ザリガニやがガチで死にそうになっててわろた。せめて食用になれば、飯代浮かすために釣りまくるのに。海外では普通におやつとして食べてるのにな。食材としては身が少なすぎるんだよな。殻の大きさの割に身が少ないから養殖するには効率悪そう。釣ったザリガニは踏みつぶせばええのか？自分で取ったのを自宅で買うのはセーフ。こんなに知能の高い生物を食べるなんて無理。賢い。どうなっとるんやこれ。ザリガニ型のロボットか？無駄に成功。金魚が可愛すぎるんだが。これ何？目おかしくね？水泡眼やろ。可愛いやん。病気みたいな名前で草。病気ちゃうんか？この金魚はこれが普通や。爪楊枝でつつきたい。愛し合う魚が発見される。何を見せられとるんや。魚ですらこうなのに、お前らと来たら。リア充は三枚おろしやな。美味しそう。魚さん人類に反落する。なんで指突っ込んだんや。そこに穴があったから。アホやな。最後の躍動感で笑ってまう。公園を真剣に聞く魚さんたち。めっちゃ聞きに来てるやん。地方に母子買ったらフグ入ってた。これはいけない。コフグじゃないのは珍しい。ハリセンボンみたいやな。ひえ。ええ出し出るで。しなしなで草。なかなか気づかんやろな。実際これぐらいの大きさの食ったらどうなるんや。食ったら死ぬやつやな。子供のうちは毒ないやろ。どっちにしろシロサバフグやん。フグ界には珍しいほぼ無毒の優等生やで。こいつ問い合わせたら食っていいって言われてて草。なんかかわいそう。コフグって毒持ちなんけ。持ってるのもおる。お前らが釣りで草フグが釣れた時にすること。蹴り飛ばす。そこら辺に捨てる。灰皿。おもちゃにする。ちゃんとリリースしてあげる。やめえや。さすがにこんだけ釣れたらイラッとしそう。放置で殺すのはしないけど。かわいそう。量産のゴキブリの友達思い出した。これ詳細フグやから食うとうまいで、筋肉と薄皮だけ食えば平気平気。現代のフグ毒死亡率のほとんどが、釣り人が免許なしで調理して自爆らしいな。秘宝イカの中から大量にプラスチック片が出てきて、海洋汚染がヤバすぎる。お前らトンベリへ謝罪は？へ、明らかに工業製品やな。いかんでしょ。それ骨やろ。イカに骨は存在せえへんで。イカ骨英語で言ったらカトルボンや。イカの骨で正しいぞ外事。厳密にはインナーシェル界やで。これマジ？本気で考えなきゃいかん問題やろ。ガチで釣れそうだからやめろ。幸せ呼ぶバナナウナギ釣れた。ほーらおじさんのバナナウナギだよ。うおー本当にバナナだ。シュガースポット出てる。毒のある海の生き物にしか見えない。これがウナギ？すげえ。完熟してるな。初めて見たし聞いたわ。想像以上にバナナだった。エレキングの幼体が多分こんなの。ウツボみたい。すげえ、バナナだおじさんすげえ。え、これバナナの皮を揺らしてるんじゃないのか。完全にバナナやんけ。これもう完全にバナナだろ。